でございます。お魚くはい、マノチです。よろしくお願いします。仲間が一人増えてるでしょう。エンゼルちゃんっていうね、船大工を仲間にしました。はい、ちょこっと話が進んでますね。あのね、録画したファイルを消してしまいまして、もうないです。だから急に話がある程度飛んでます。ただね、あの次の大陸に行ったばっかなんですよ。でここでなんかうろつくっていう、新たなコマンドが出てきて、でうろつきまくってたら、まあエンゼルちゃんっていうね、船大工を仲間にした感じですね。はい、という感じです。でまあこの拠点うろついてたらね、まあシスターが出てくるよってコメントがあって、で話しかけるか話しかけないかの選択肢があって、最初に話しかけるを選んじゃったらもうそのシスター二度と仲間にならないっていうコメントいただいてたんですよ。すいません、もう話しかけちゃってますなんでシスターはもう仲間になりません。はい、で、今回はねメインストーリーですね、この誘拐犯を追え、これをねやっていきたいと思います。よし、行こうか。調べてきたでやんす。ごめんね、あのね急に話飛んでるよね。この拠点にね、なんかねすごいお金をねばらまくね、アホみたいな女王様がいたのさ。でその女王様がなんか知らんけどさらわれちゃったのよ。でそれ多分助けに行くっていう話です今回は。王女をさらった連中はギャンビット号港に停泊中でやんす。はいはいはい、海賊じゃないのか、普通の商船でやんす。嵐にあって運んでいた積み荷を捨てたおかげで大損したでやんす。ああ、積み荷をたくさん積んでると沈む可能性があるからな。このままだとお金を借りた連中に船を差し押さえられるので、ついに悪事に手を出したみたいでやんす。このさ、ハーシバルのね声が決まらなくて、俺2つしか出せないじゃん声2つも出せてんのが微妙だけどね。よし、それじゃあこのいや、もろディズニーだよね。よし、それじゃあこの国の海軍か王室に知らせて。いや、俺たちで救出しよう。そうだよな、こんなチャンスを利用しない手はないよ。何にせよ急がないとダメでやんす。ギャンビット号は出航の準備中だったでやんす。え、国の外に連れ出す気か。急いでこっちも出航の準備だ。追いかけて海で捕まえるぞ。よし、行こうか。いい風が吹いてるでやんす。風に乗ればうまく食料を節約できそうだな。この調子で進もう。進むでやんす。いやー、これさ、終わりが見えないんだよ。もうぶっちゃけ見えてないんですよ。うん。でまあそもそものね目的としてはやっぱ野球選手を作るということが目的なので、160キロのピッチャー作ったら終わるかでいいんじゃないかな。いいべ、終わらんもん終わらんのよこれ本当にね。1から10までやつ終わらんぞきっと。もうコメントでもすげえ言われてっけど、終わらんべ。なんでやっぱまあ野球選手を作るという目標のもとで進めていこうや。なので160キロピッチャーを作って終わりましょうか。いや微妙だな、言っては見たけど微妙だな。変なもんに手つけたよな変なもんに手つけちまったなっていうのは分かってるよ。よし、とりあえず目的地に到着ですね。ギャンビット号はこの島の反対側に停船しているでやんす。多分水と食料の補給でやんすね。よし、島を横断して上陸してる連中を捕まえよう。モッチーはコンキスタ号で海側から回り込んでくる。あいあい、さあでやんす。フルーツはどうなってる？これがお姫様ですね。は、ただいま上陸させた連中に探させております。世はとても暇じゃぞ。そうだ、せっかくの陸地じゃ、世も上陸しよう。このお姫様の仲間になったりするのかな。心配するな、こんなところで逃げ出したりはせぬ。
あいつさらわれてるのに堂々としたもんだよな。一体正体は何者なんだ？教えてくれないんだよな。よし、とりあえずうろつきますか。いや、録画したファイルがね消えてしまったのはまあ俺のミスなんですけども、申し訳ない。ロイロゲームレコーダーで録画してんだけどさ、間違えて消したら復活の術がないんだね。ゴミ箱とかになんかデータ入ってるのかなとか、入ってなくてさ。ただまあ話自体はエンゼルちゃんが仲間になったぐらいです。お、話が進みましたね。あ、お前らはギャンビット子の連中だな。そうだけど何の用だ。お前ら王女を誘拐しただろう。もう全部バレてるぞ。はっはっは、何のことや。え、王女？あいつまさか王女なの？相手が誰かも知らずにさらったのか。いや、金持ちそうだし護衛もつけずにいるから、まさか王室の人間とは。待てよ、王女をさらったとなると俺たち縛り組かも。これはやばいぜ。船の連中にすぐに知らせよう。追いかければいい感じですかね。ちょっとまだ俺ね、あ、やることはなさそうですね。追いかけましょうか。なんだなんだなんだ、このなんか雑なドラえもんみたいなやつは。遅いぞ、世の口に合う何か美味しいものは見つかったのか。そんなことはどうでもいい。あんた王女だそうじゃないか。ん？それは可能性としてあるかもしれんが、やっぱりそうか。これ以上はやばすぎるから、あんたの世話はしていられない。じゃあな。おいおい、世を置いてどこに行く気じゃ。あ、王女様。王女？なんじゃそなたら。その方らは、そのほうらは冒険家のマノッチです。偶然あなたがさらわれたことを知り助けに参りました。ふむ、そういうことか。あの連中には悪いことをしたの。え、あの連中にはツンドランドまで連れて行けば褒美をやると、そう言って説得したのじゃ。誘拐などしてお尋ね者になるなどバカバカしいじゃろ。しかしそなたらが知っておるとなると、もみ消せんの。あれ、俺って悪いことしたのかな。いやいや、ツンドランドについてからどうするか困っておったから、とても感謝しておるぞ。はあ。おい、コンキスタ号とギャンビット号が戦ってるぞ。今日は船での戦いなのかな。どうして反撃しないんです。向こうには王女様が乗っている可能性があるでやんすからね。撃たずに進路を妨害するように起動するのでやんす。おいおい、撃たれっぱなしだぞ。まずいな、俺が船に戻って指揮を取らないと。船に戻るというなら、世の乗ってきたボートがそこにあるぞ。それとなるべく死者の出ないように頼めるかの。はい、やってみましょう。なんだろう、なんか特殊な戦い方するのかな。大砲でマストだけ狙えるか。この戦い怪我人なしで終わらせたい。なんか俺普通に戦っていいのかな。何も指定されてないよね。普通に戦いましょうか。ちょっと場所を移動したいですね。移動しますか。かぶったね。もう一丁かぶるね。あ、やばい。どうしよっかな。多分相手は赤をやってくる気がするな。いや、まあまあまあいい、ある程度のダメージはいい。普通の攻撃にしましょうか。あ、あと一発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 、あと二発、もう一発か。よーし、なんかちょっと苦戦したけどな、勝ち。やった、マストをへし折ったぞ。わあ、これじゃもう逃げられない。
お姫様仲間になるのかな。安心するがよい。その方らは世の気まぐれに付き合っただけじゃ。誘拐などという事件は存在せぬ。というわけで褒美はやれないが、これから先は真っ当に働くがよいぞ。これで万事解決だな。いいのかよ。あいつら誘拐したのは事実なんだろう。罪を憎んで人を憎まず、人さらいなど本来はできそうもない小心者たちじゃ。船での扱いも紳士的であった。王女様が大物すぎたって気もしないでもないけど、そういえば自己紹介がまだであったな。我はバカーディー、訳あって身分を明かせぬが貴族じゃ。バカ様と呼ぶがよいぞ。はいはい、ほれクイーンシティまで案内せよ。ところで船室は快適であろうな。はい、何しようかなってうろついてみますか。あ、出てきたスメラ。あのね、エンゼルちゃんがなんだっけ、はい、あのカリムの公開日誌ってもうエンゼルちゃん持ってたのよ。でその公開日誌をエンゼルちゃんお金に困って売っちゃったのね。でその売った公開日誌、カリムの公開日誌を、スメラが、買ってる状態です。なんで多分その話が出てくるんじゃないかな、こっから。おや、奇妙なところで会うね。こいつめ、探知機を返せ。何事ですかスメラ様。ごめん、公開日誌の話は一切出なかったわ。この連中が私の家宝の宝を盗んだのだ。なんだとこの不届き者め。え、いや違う、泥棒はスメラの方なんだ。ああ、なんということだろう。庶民に僕の名前を呼び捨てにされるなんて。しかも泥棒と中傷されたでごわす。ああ言わないでくれたまえ。それでなくとも僕の心はショックでボロボロだよ。盗まれたものとは何でしょうか。ああこのぐらいの大きさのガラスの玉でね、パラポルトへ出かけた時に盗まれたんだよ。こいつまさか。この連中の持ち物、船、宿すべて調べましたが、それらしきものを発見できません。うーん、困ったね。そもそもあったとしても、あの玉はもともと俺たちのものだ。ちっちっち、嘘はいけないね。僕があの玉を持っていたことはここじゃ有名なんだ。だからあの玉は3つあって、そんなわけがないだろう。あのカリウムの玉はこの世に2つとない宝なんだ。僕がみんなにそう言ってきたからね。ね、君たちカリウムの玉をどこに隠したんだい。ふん、お前なんかに言うもんか。じゃあ牢屋に入るかい。10年ぐらい入れば君の頭も冷えるだろう。10年、こんなデタラメが通っていいのか。だって僕は貴族で君たちは外国人だからさ。どっちの言葉が信用されるか考えるまでもないよね。ぐっ、カリムの玉を渡せば訴えを取り下げてあげてもいいよ。じゃあ忙しいから僕は失礼するよ。牢屋。俺たちこのままここで口当てていくのかな。クロちゃんです。似てる。なあ、本当のことをスメラに言ったらどうなんだ。海賊に取られましたって。今さら信じてくれないような気がするな。もし信じたとしてもここから出してくれないと思う。食事の時間よ。これはね、あのこの町でね、うろついてた時に出会ったね、なんか一生懸命働く人仲間になるのかな。名前がね、ブサイだったかな。いつかの外国、いつかの外国の人ね。どんな悪いことしたの。いや、そうじゃなくて罪を着せられたんだよ。なんとかして無実を証明してこっから出たいんだけど。何かコネはある。コネ、例えば大商人とか貴族の人とか、そういう人とコネ、かっこつながり、かっこ閉じがあれば本当に悪いことしてでも外に出られると思うけど。そうだ、王女様だ。え、今から言う場所にいるバカーディ王女様になんとか手紙を届けてくれないか。バカーディ王女。ああなるほどね。500ペラでやってあげる。おいおい、金を取るのかよ。当たり前でしょ。当たり前でしょ。なるほど、手紙は読んだぞ。それにしても泥棒に泥棒呼ばわりされて反対に牢屋に入れられるなど、いささか情けないの。この国はどっかおかしいんですよ。そうかの、世には快適じゃが。そりゃそうだろ。そんなことより問題がある。え、一時的に牢屋から出すことはできるが、スメラの訴えは有効じゃ。スメラ自身が取り下げない限り、お主らこれから先もお尋ね者じゃぞ。そんな、
なんとかならないんですか？やっぱりなんとかして弾を渡すしかないのではないかの。いや、実は。待てよ。あいつは自分の弾をどこに隠しているんだろう。盗まれたと言っておるのなら持ち歩いたりはしておらんじゃろう。となると絶対に安全な場所か。そういえば最近番犬をたくさん買ったとか自慢しとったな。それだ。どこにその犬を運んでいたんです？はーい。今回はここで終わりますか。面白いんだけどな。野球選手を作りたいんだよな俺は。野球ゲームをやりたいんだよ。面白いんだけどな。動画としてはな、難しいところですな。はい、ということで、ごめんね、急にエンゼルちゃんが仲間になってる状態から始まっちゃってね。ということで、今回はここで終わろうかな。また明日ね。さて、来週のサザエさんは、マスオです。寒くなってきましたね。マフラーしてる女子高生が大好きです。次回は波平子供料金で押し通す、フジテレビ襲撃、中島デスノートを拾うの3本です。それではまた来週も見てくださいね。じゃんけんぽん。